カウル。カウルは航空機やオートバイなどで走行風を整流するためにエンジンや車体を覆う部品、あるいは構造である。カウリングやフェアリングとも呼ばれる。レシプロエンジン搭載の飛行機においてエンジンを覆うカバーをエンジンカウル、カウルなどと呼ぶ。大型ジェット機など主翼の下にジェットエンジンを吊り下げる機体ではエンジンナセルと呼ばれる。 フェアリングという場合には、エンジンだけでなく、脚などの成型応意も含まれる。まだ副容器が主流であった時代、飛行機の速度が低かった頃は、エンジン本体は剥き出しであったが、第一次世界大戦後の1920から30年代から、空気抵抗、効力を低減する方策の一つとし、エンジンが覆われるようになった。他の方策としては、 機体全体を流線型で設計、主翼を単用にする引き込み式の膠着装置や操縦席の風防、ウィンドシールドの採用などがある。空冷エンジンを搭載した機種では空気抵抗低減の他にエンジンを冷却する空気の流れを整えて冷却効果を向上させる目的もあり、流路の出口に設けられる可動式の板を開閉すること冷却空気の流量を調整できる。 カウルフラップと呼ばれる機構を備える機種もある。中カウルは国家航空宇宙諮問委員会によって1927年に開発され星型エンジンを搭載した航空機で使用されたカウルの一種である。空気抵抗の低減に伴う燃費向上により開発や導入にかかる費用に対してより多くの利益がもたらされた。中カウルが開発される以前から 当時主流であったロータリーエンジンに流体力学等のカウルが取り付けられることがあった。ロータリーエンジンではカウル内でシリンダーが回転するため問題とはならなかったものの、それらは流体力学等の科学的根拠のないものであった。1920年代に入るとシリンダーが固定された星型エンジンが普及して冷却の問題が浮上し、冷却性能と 空気抵抗の低減を両立した実用的なカウルの開発が求められた。実験機の副容器は、ライト R-790 製型エンジンを搭載しており、中カウルを装着しない場合の待機速度が出るのに、対してカウルを装着することでに達した。中カウルが最も高温になる部品、すなわちシリンダーやさらに重要なシリンダーヘッドを通るように冷気をエンジンに導き、 冷却後の空気の乱流が大幅に減少するという結果を受け、1932年以降のほぼ全ての星型エンジン搭載機に装着されることとなった。空気抵抗を減らし、乗員を走行風から保護する目的で、車体や乗員を覆う風防を指す。主に合成樹脂で作られており、視界を確保する部分は、ウィンドシールド呼ばれ、透明な材料が用いられている。 適切に設計されたカウルは高速走行時にダウンホースを発生し走行安定性を高める効果がある。ロードレース用のオートバイやこれを模したスーパースポーツに分類される車種、ツーリング向けのツアラーに分類される車種で装備される例が多い。一般向けの量産市販車で最初にフルカウルを装備したのは1976年の BMW-R100RS であった。 日本製の車種では1970年代以末に輸出向けの一部でビキニカウルと呼ばれる小型のカウルを備えされた。1980年代からはツアラーとして快適性を重視した大柄なカウルを装備する車種が増え、1982年にはホンダ CB1100R がロードレース用のイメージを持つカウルを装備して通した。一方、日本国内向けでは 形式認定を得るのが難しく、1982年のホンダ VT250 回まで導入されることがなかった。認可が降りなかった理由としては、空力的な孵化物は暴走行為を助長しかねないという観点が影響したとも見られている。VT250 回に装備されたのはメーターバイザーと名付けられた小さな風防であったが、 これをきっかけとして1983年には、鈴木 RG250 ガンマが、ロードレース風のハーフカウルを装備、翌年には、同社がフルカウルを装備して、日本内外,外の市場にカウルを装備した車種が短期間で、得た。カウルを分類して、次のように呼び分ける場合がある。自動車では、ボンネットのフードとフロントウィンドシールドの間の外半部を指す。 現在の自動車におけるワイパーの基部やベンチレーターの吸気口がある部分のことである。フロントフェンダーが独立した形状を持っていた時代には側面に回り込んだ部分までを指していた。アメリカ合衆国を中心に普及しているアメリカ型ディーゼル機関車では機関部を覆う外板が大枠幅いっぱいに広げられた形状の車両をカウルユニットと呼ぶ。これに対して覆いの幅が 大枠幅より狭く、周囲にランボードを持つものを、フードユニットと呼ぶ。また、単なる多いではなく、外反構造が、車体の強度部材として設計されたものは、キャブユニットあるいはカーボディユニットと呼ぶ。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。